どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速いきましょう。今日7月11日は何の日でしょうか正解はラーメンの日です。なぜ今日がラーメンの日になったかというと、ラーメンを日本で最初に食べた人が江戸時代の第2代水戸藩主だった徳川光圀だったそうです。その誕生日が今日7月11日だったそうです。 そしてそんな今日は2016年でラーメンで初めてあのミシュラン一つ星を獲得した東京都にあるツタというラーメン屋さんを紹介していきますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー 今回紹介するこのラーメン屋さんのツタはですね、東京都代々木上原に店舗を構えています。世界で初めてミシュラン一つ星を獲得したラーメン屋さんだけあって、非常に人気店でもあり有名店です。さらには店内はこのように綺麗で洗練された作りになっています。こちらがツタのメニュー表です。 やはり一番人気は醤油ラーメンとのことですがそれ以外にも塩ラーメンさらには担々麺そして数量限定でつけ麺も用意されていますしお子様ラーメンも用意されていますそしてこちらのお店の名物なのがこの特製トッピングになりますこちらも今回つけていきます さあ今回予約をしていったのでこちらの限定メニューも試していきたいと思いますたけのこペーストの淡口醤油ラーメンを注文していきたいと思います一体どんな味になってるんでしょうか非常にワクワクしてとても期待値がマックスに高まっていますさあ出てきましたこちらが今回ですね予約限定メニューでありますたけのこペーストの淡口醤油ラーメンです もう光り輝くようなスープ、そしてこのチャーシューの盛り付けも非常にもう美しさの極みという感じですよね。もう早く食べていきましょう。 こちらは今回合わせて注文した名物特製トッピングです。英語黒毛和牛のすき焼きと、さらには生ハム風黒豚ロース、そしてさらには英語黒毛和牛の肉味噌、さらに鶏のチャーシュー、さらにはスープと一緒に絡めて食べる塩漬け胡椒と、あとはチリペッパーソースと黒糖クランブルも添えてありました。それでは実際に食べていきたいと思います。いただきます まずはじめはこちらのスープからいただいていきます。レンゲでこのように作ってみても、もう光り輝くのは収まりません。一口含んでみると、もうまさに芳醇っていう言葉がもうぴったりくるような、もう淡麗系の醤油の味が口の中でふわーっと広がります。続いて麺もすすっていきたいと思います。 こちらの麺は少しお蕎麦っぽい独特の麺になっていて、スープと一緒にすするともう何とも言えない唯一無二の味がします。小麦のうまさが何倍にもなり、鼻から出汁と小麦のうまさが抜けていくような、もう久々に味わった感覚に思わず、笑みがこぼれてしまうような美味しさです。そしてチャーシューもこのように色鮮やかなピンク色をしていて、もう柔らかいチャーシューでございます。 もう見ているだけでもよだれが垂れてきそうですよねさてこちらの特製トッピングもいただいていきましょうもう見た目からしていかにもフレンチっぽさを感じさせるトッピングですよねもちろんラーメンの中に入れてもいいんですけれども 今日はこのように一つ一つの味を確かめながらいただきたいので、単体で食べていきます。まずはこちら手前のですね、この黒毛和牛のすき焼きをいただきましたけれども、非常に美味しくて甘いです。そしてこちらはですね、鶏肉をローストしたものでしょうか。非常にですね、香ばしい香りがします。味付けもしっかりされていて、もう噛めば噛むほどその甘みがどん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 押し寄せてきます。 今回は限定メニューであるタケノコペーストの醤油ラーメンを注文しましたのでこのようにですねペーストされたものが入っています一口食べてみるともうこちらも本当にもう贅沢な味というかもうしっかり味がされていてこのスープとよく合いますこのようにスープの味の変化も楽しめるのもこちらのラーメンの特徴ではないでしょうか さて、もうこうなったらですね、この特製トッピングをラーメンに絡めて食べていきたいと思います。まずはこちらの生ハム風の黒豚ロースからいただいていきます。このようにしっかりと麺と一緒に食べていきます。これまたこの豚ロースが非常に柔らかくて麺のこのコシがある感じとよく合いますよね。 さあ、次はこのですね黒毛和牛のすき焼きも一緒に混ぜて食べていきたいと思います先ほどと同じくこちらも麺と一緒に食べていきたいと思いますもうこのすき焼きのこのお肉の甘さといいこのスープがそれを邪魔しない感じもうお互いが本当にいい特徴を補っていますね さて、こちらの肉味噌もですね、一緒に合わせて食べていきたいと思います。このように麺と絡めていただきます。<laughs> これまた先ほどの感じとはまたちょっと一変変わって、非常にパンチ力のある味になりました。いや、もう本当に今日注文したラーメン、この一杯だけでもいろんな発見がありますし、さらにはいろんな感動を与えてくれました。 これはもう文句なしの究極のラーメンと言えるでしょうもう今日ご覧いただいた方もうぜひ東京に行った際はこちらツタにですね行っていただきたいと思います絶対後悔はしないと思いますいやいやなかなか東京には行けないよという方安心してくださいお取り寄せのサイトもあるみたいなのでぜひそちらで注文してみてくださいご自宅でこのツタの味味わえますよ 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!